この世界は100年以上前から人を食らう巨人に支配されている。巨人の圧倒的な力の前に絶滅の危機に瀕した人類は三重の壁の中で生きることを余儀なくされた。一歩外に出ればそこは地獄の世界だが、彼らは家畜の安寧をむさぼることを良しとしなかった。立ち上がり抗い続けることを選んだ人類は未来への希望を勇気ある兵士たちに託した。兵士たちは立場を超えて集い、一丸となって過酷な任務に臨む。この世界から巨人を一匹残らず駆逐するために。そして今、人類の存亡をかけた戦いの幕が上がる。これは自由を求める兵士たちの長く険しい進撃の記録である。みんな無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。悪く思うな。
やったか。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して駐屯兵団を説得できると言うなら、俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。
戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。死にたくねえよ。こんな、どうすれば。何が必要なんだ。またいつでも来い。何を作りたい。また来てくれよな。なんと司令のお考えは読めん。やるぞ。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ。人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味合わせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。ここで死んでくれ。これよりトロストク奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて討伐するんだ。エレンと約束したんだ。ここで僕が死ぬわけにはいかない。壁際におびき寄せれば壁上固定砲で巨人を攻撃できる。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよう。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかし
この作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。この時は人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。救援要請だ。相手してやる。巨人が助けてくれ。成功だね。当たった。助かった。すみません。これで任務に戻れます。さあダズ、急いで前線に向かいましょう。
減らせたかな。ヘレン、あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。やるしかねえだろ。起動装置が故障してんのか。やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。やるね、あんた。
なんとか立体起動ができる。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする？あんたなら余裕だ。相手してアルミ。それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。頼むぜ。やります。攻撃成功。なんとかしねえとやるしかねえだろ。あんたなら余裕だろ。できなかったあの時とは違う。してやるか。倒れ。なんとかしねえと。討伐成功。拠点を頼むぜ。
げえじゃねえか。逃げ切ってやる。出ろ。他者ラズ。分かった。成功だね。すぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て。ミカサ、一体何が。やるしかねえだろ。まずい、誰か。なんだった。成功だね。ありがとう。ここからは君たちを援護するよ。ありがたいね。やってやるよ。
誰か手を貸してくれ。ここからはお前らを援護する。一緒に行動しよう。ああ、さっさと終わらせようぜ。ライナー、ちゃんと後から来てくれよ。俺も行くぞ。巨人が、くそ、群がってくる連中を倒すぞ。お待ち、連行。何をしているんだエレン。やるしかねえだろ。張り切っているな。相手してやるな。倒れたな。やってやるよ。やっと。終わっていこう。なんとかしねえと。
してやるか。やってやるよ。まだやれる。巨人は何度か一通り討伐できた。僕がエレンをここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。行こう。後方の巨人をやれ。ニタビと俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの。あら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。ついミカサパシャ出るぞ。頼むぜ。任されました。アルミ、無茶はやめて。ミカサ、今自分にできることをやるんだ。ミカサが行けば助かる命があるだろう。うまくやってくれたようだ。あとは僕が。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、私はいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。you
何が必要なんだ。またいつでも来い。また来てくれよな。やってやるぜ。無駄死にはしない。さあ、行くぞ。扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。やるしかねえだろ。イエガーの移動を援護すると、あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。信じよう。きっとやり遂げてくれる。
やってやるよ。好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら、早く来いよこのノロマ。リコさん、動けるなら任務を続けろ。すみませんね。Thank you.
するよ。相手してやるか。すみませんね。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。あれは調査兵団、壁外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。なんとかしねえと。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。やってやるよ。救援要請か。無視はできねえな。やったな。
し、また討伐数を稼げたな。倒れちゃった。なんとかしねえと。兵長、俺に任せてください。トライ、いい。やってやるよ。人類は巨人になど屈しない。クソ巨人ども。兵長、ここは私がやります。調査兵団の力、たっぷり味わってもらおうじゃねえか。くしねえと。やったぞ。俺にかかればこのくらい。兵長、俺はこのまま巨人を討伐します。ああ、だが一人で先走るんだ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。私もなかなかやるでしょ。手投げして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いた。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。拠点を頼むぜ。設営できた。これで仕留めます。どうした。これで兵長、トロストクはなぜこんな状況に。ヘトラ、考えるのは後だ。今は目の前の敵に集中しろ。救援要請か。無視はできねえな。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。やってやる。駐屯兵団の増援か。兵長、お願いしますね。やめて。仲間の救援を最優先とする。やったな。兵長、ここは俺に任せてください。なんとかしねえと。ヘトラさん、任せますよ。分かったよ。やめな。倒れ。どんな訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。立ててくれるか。あらかた片付いたか。やるしかねえだろ。うっとうしいのがいるじゃねえか。お願いしますね。本当だ、あの子気になるね。あー、もっと近くで観察したいな。
暗殺じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。兵長、ここは俺だけで十分です。倒れ。ずいぶん張り切ってるじゃないか。兵長、すみません、こっちはもう大丈夫です。
Yeah!
話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれない。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。
そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェーガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで。ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは。上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。そうか、確かにそうかもな。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。大丈夫かアルミ。さっきの訓練はちょっとつらかったけど。無理しないでアルミ、今水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよアルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおいアルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。
いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミン。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？お前にこの技をかけんのは初めてだったよな。悪かったよ、反省してる。もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ。なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いい。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。は？何か用か？までしてもらっちゃってありがとう。クリスタ、助かったよ。ううん、気にしないで。二人ともこれからはちゃんと気をつけてね。女神様、眩しい。あれ、あなたはどうしたの？
さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。すげえと思うよ私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。うん、私もそう思う。みんなで助け合えたらそれが一番だよね。でも今の私には大したことなんてできないし、もっと専門的な処置が学べればいいんだけど。なら駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。駐屯兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。本当？嬉しいな。あ、いけない。私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。よう、何見てんだ。やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよジャン。ごめんなさい、私のせいであなたを傷つけてしまった。そうだったかもしれない。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって。お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。
また来てくれよな。いい品が揃って。君はどう思う？自分の意思か。お前は。どうも。あなたの意見は？さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおいお前ら、見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ考えてやってもいいぜ。教えた通りにお前が動けるかはわからねえけどよ。おいじゃん、教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うつえな。誰がうざいって？才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカおいエレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。そうだな、それがいいな。人数が多い方がいろいろと教え合えるしな。エレン、怪我してる？すぐに手当てしないと。早く来て。はあ？こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ！あ？立体軌道だって？そんなん今度でいいだろう。今の動きやりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。はい、兵士というより狩人みたいで素敵です。時間をかけて獲物を確実に追い詰めるような感じですね。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。もちろんです。
お肉は山分けですよ。決まりですね。あー、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブブ、あの話を知っていますか？なら教えてあげますよ。少し前に同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとかで、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのはジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サッシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの芋女。おい、サッシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。何もしてねえよ。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。助かったぜ。村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー、立体起動術はかなりのもんだが座学はいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。うるせえ、そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。座学がダメなのは認めろってことか。だが分かったっての。よし、見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？だよな。俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも
後で吠え面かくなよ。見てやがれ。今日の訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ、もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。俺だって分かってるって。あー、どうしたらいいんだ。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうしたいところなんですが、今は近くに獲物がいないんですよ。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから。私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。それが最近は獲物が取れなくなってきて。まったく、これもよそもんが獲物を横取りするからやし。さあ暗くなる前に帰りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。何のことですか？ちょっと言い間違えただけですよ。それだけです。急がないと本当に暗くなってしまいますから。
すごい。巨人はおらんか。ほう。貴様は。才能とは。感謝する。神聖な壁を疑っては。いい品が揃ってるよ。また来てね。また来てくれよな。こんな、あなたは。なんだ、ガキンチョ。どうも。研究に付き合わされそうだ。やるね。さあ行くよ。
トロスト区復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。みんな頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。班長、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい？そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい？何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。あ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。こっちに強い巨人がいるのかな。こらえた。お、かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びできたよ。任せますよ。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。ね、そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。成功だね。なんとかしねえと。これより目標に向かう。やったな、やってやるよ。私たちにかかればこんなもんよ。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。チームありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。ありてしてやるか。
点にするよ。なんとかしねえと。あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。カンジ、少し手を貸してもらえるかな？巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。さっき作ったのは呼吸支援用の拠点なんだ。きっと役に立つからぜひ利用してくれ。壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。チェッ、あんた誰もさ、任せますよ。任せなさい。当たった。チェッ、任せお願いしますね。分かったよ。倒れた。すごい活躍ね。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。なぜここに？お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。あれは救援要請、急行します。頼むぜ。まだやれる。お前は新兵のお守りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする？せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。
成功だね。ナルマさん、お願いしますね。分かった。あなた切ってあげるのか。たくさん巨人と会えたのはいいけど、面白そうな子はいないな。よくやってくれた。次も慎重にな。拠点を頼むぜ。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。相手してやるか。あそこで巨人と戦っているのはゲルハだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。これは成功。何とかしねえと。やっと。巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな。助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。討伐完了。まだまだいけるぞ。やってやるよ。なんとかしねえと。
やるようだ。ゲルガーさん、任せますよ。はしのぎ切ったようだ。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちも三家についていこうか。ハンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。なんとかしねえと。やーりばい、加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。と戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいリケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。お願いしますね。ああ、倒れた。やるしかねえだろ。やったな、やってやるよ。ゲルガーさん、任せとけ。こらえて。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。
異様な新手の巨人が来ているぞ。面倒だな、さっさと片付ける。ダメに決まってるだろ。なんとかしねえと。まだやれる。お願いしますね。分かった。
任せますよ。分かったよ。完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。うん、それがいいと思うよ。カッコつけてすぐ舌を噛むような人を目指してもね。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとはお前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ、もしお前が巨人になって暴れ出したとしてもこいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。Thank you.
貸して。また来てくれよね。こんにちは。怪我とかしてない？ああ、新兵か。もう家族を失いたくない。どうかし、いや。やるわよ。何もなきゃいいが、みんなは勇気があるよな。クソが。飯ぐらいの兵士が。やるではないか。したことはね。いい加減にしろよ、クソ女。アルミンに劣等生だの、トロイおとり役だの言いやがって。事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるなら、あいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんだサシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？そんなご意見だな。私は仲良しごっこなんてうんざりなんだよ。さ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜコニー。バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょ、ユミルってコニー、どこへ行くんですか？あの野郎め。気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。何てめえ、私とクリスタの間に割って入ろうとしてんだ。来たらぶっ飛ばすからな。
何を作りたいんだ？また来てくれよな。いい品が揃った。また来てね。感謝する。油断は禁物だ。どの任務を引き受ける？またいつでも来い。何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。
今日はどうするの？また来てね。おお、やるわよ。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。最後に勝利するのは俺たち。休息も兵士の仕事だ。ほほう。訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。ああ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？
そうだよな。ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんねえ。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえなミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ。まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。わけで巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、
彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。さあ捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。やってやるよ。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ一緒に可愛い子を捕まえよう。成功だね。拠点の設営予定地点に巨人がいますか？あの子か、ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。頼むぜ。分かった、あんたなら了解だ。あとだ。完了しました。分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。あっちに強い巨人がいるのかな。相手してやるか。こいつは通していいんだよな。やれやれ、とんだ任務だ。成功だ。見ません、手を借りられて助かってます。なあ、いいんだ、お前も大変だな。頼むぜ。やるしかねえだろ。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。あっちに強い巨人がいるのかな。エルドさん、ハンター、あんたなら余裕だろ。分かった。了解。
ち面倒なことをさせやがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。捕らえた。設営ができたぞ。これがねえとな。リヴァイ兵長、助かります。センター長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。当たった。やつは捕獲対象じゃないよな。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。頼むぜエルマさん。お願いしますね。分かった。ハチさん、任せますよ。ハチさん、はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。了解。相手してやるか。あっちに強い巨人がいるのかな。はっ。おっ、やあ、ハンジ分隊長。拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ。あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。まだやれる。おい、やった。こらえて。やってやるよ。ワイルドな神兵がいたものだ。当たった。なんとしねえと。ハンジさん、エルマさん、任せますよ。放置した。討伐完了、拠点を設営します。やるしかねえだろ。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。倒れた。相手してやるか。エルドさん、お願いしますね。ハンジさん、任せますよ。さて、次はどんな子に会えるかな。ずいぶん張り切っておいでですね。やるかな。はい、ご苦労様。
引き続きお願いするよ。お願いされても、ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ走れるなんてよ。わかったよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。成功だね。なんとかしねえと。相手してやるか。やるしかねえだろ。信じて頼って。やるしかねえだろ。
設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。うん、あの子も排除でいいや。当たった。まだやれる。拠点を設営できた。分隊長、全ての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。二枚兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。当たった。いける、これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。キックス2だと。あのクソメガネ。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。やるしかねえだろ。
ってやるよ。やるしかねえだろ。離脱します。動きじゃなかったぞ。相手してやるか。まだやれる。すみませんね。しかねえだろ。なんとかしねえと。やってやるよ。すまん。成功だね。
べきかもしれねえな。倒れ。やってやるよ。これ以上は付き合わねえ。拠点を頼むぜ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろう。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。もう一回とも思ったけど仕方ないか。なんとかしねえと。最後の最後に手強いやつが出てきたな。まだやれる。兵長、お願いします。わかったよ。
この作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ返して実験を始めよう。相手してやるから。が出てきたな。了解。
な。やってやるよ。作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。わかったよ。来ない。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい、本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。うん、だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると
私は信じる。はい。軍隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、分隊長。いや、すごいよ。どう思います？失いたくない。怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？私が何かしたい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話してたの？そういうことか。でもかすり傷で済んだんだろ。ミカサ、本人が気にしてねえんならもういいじゃねえか。でも私の不注意で怪我をさせたから。頼み事がないならこんなのはどうかな。君がミカサに何か質問して、ミカサはそれに何でも答えるんだ。はあ、なんだそれ。こういうのはけじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞きたいこととかない？エレンとアルミンも。そういや、お前もシガンシナクの出身だったよな。ミカサ、何かこいつに昔のことを話してやれよ。
今急に話せって言われてもミカサも困るだろうから、何か思い出したら話すっていうことでいいんじゃない？わかった、それでいいならそうしよう。また私のことを尋ねてほしい。何か話を用意しておこう。なんだと？君はどう思う？え？クリスタ、その荷物、やっぱりこっちに持ってきてくれ。はい、すぐ持っていきます。クリスタ、早く俺の足も見てくれ。おい、俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。あ、待っててくださいね、すぐ行きますから。ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。 いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。ありがとう、助かるよ。じゃあ次はこっちを手伝ってくれ。さて、これで君たちにお願いしたい仕事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。おっと、こんにちは。いつも主人がお世話になってます。あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。あの人たちは？ここは兵団の診療所ですよね。奥で寝てる兵士がいただろう。彼の家族だよ。原則ここには兵団関係者しか収容しないんだけど、彼はもう長くないかもしれないんだ。巨人との戦いで負った怪我が元で悪い病気にかかってね。今の状況じゃそれを治す方法は。あの、お父さんは助からないの？大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。お母さん悲しむから。待って。あ、私あの子のこと放っておけないよ。だって今にも泣きそうな顔してた。うん、私しばらくここに通ってもいいですか？あの子のこと励ましてあげたいんです。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。
訓練でもしてくるか。おい、調子はどうだ。感謝するぞ。騒ぐほどのことはねえ。面倒かけたな。お前は？なんと！くそ！いいものが揃っているよ。また来てくれよ。また来てくれよな。いい品が揃う。いらっしゃい。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。今日はどうするの。また来てね。どの任務を引き受ける。またいつでも来い。